ラジオネームエレファントかさまし、太田さん、田中さん、こんばんは。読まれたら初採用、エレファントかさましと申します。エレカサ、どうも、大学生の田中裕二です。この間授業に向かう途中、友人と一緒になったんです。田中、やばい、遅刻しそうだな。友人、まあ5分や10分遅刻したぐらいで死ぬわけじゃないし大丈夫でしょ。なんとか授業には間に合い、その後、ランチタイムでは、田中、あ、うちから持ってきたパン、賞味期限切れてたよ。友人、まあ、そんなの食ったって死にゃしないよ。帰り道の会話では、田中、あの授業難しいな。単位取れるかな。友人、まあ、単位1個ぐらい落としたところで死ぬわけじゃないし。おい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 、死ぬわけじゃないって何。お前は物事を死ぬか死なないかのデッドアライブでしか考えないわけ。しかもな、賞味期限切れのパンだって運が悪かったら最悪死ぬよ。そのくせお前その後、今日からバイト4連勤とかマジで死ぬわとか言ってんじゃねえよ。それは死ぬんか。それは死ぬんか。2回言ったよ。太田さん、これってムカつきますよね。太田さん、俺はムカつく。俺はムカつく、俺もムカつく。確かにこれ口癖みたいになっちゃうやついるもんね。死なげじゃない、まあ、死にゃしないみたいなことだけ言う。確かに、ね、そこまでじゃないけど、だからよっぽどね、なんかで悩んでてとかね。嫌なもんは嫌だろっていう、そうだね。死ななきゃ何でも OK かっていう。ということですよね。死ね、死ね。いるよね、でもね。死ぬの嫌じゃないしね、しかも。あ、そうなんだ。だそういうこと言われると、俺別にそんな死ぬの嫌じゃない。っていう。また別のね、パターンですね、それはね。死ぬことよりも生きてて辛い方のが辛いんだぞ。めんどくさいことを言い出す。確かにめんどくさいだろうな。